フレデリク5世は、デンマークノルウェーの王。クリスチャン6世とソフィー・マグダレーネ王妃の息子。フレデリク5世とも表記される。1723年、当時はまだ王太子であった、クリスチャン6世とホーエンツォレルンケ坊家冒険のソフィー・マグダレーネ王妃の息子。1730年に、祖父のフレデリク4世が亡くなると王太子になり、1746年に、 クリスチャン6世が亡くなると王になった。フレデリク5世の個人的な影響は限られたものであった。彼はアルコール依存症だと指摘され、当地のほとんどは有能な大臣である、エーガム・ゴトロプ、モルトケ、ヨハン・ハルトビヒエルンストフォン・ベルンシュトルフとハインリヒ・カール・ボン・シュメルマンによって行われた。彼らはデンマークがヨーロッパの戦争に巻き込まれることを拒んだ。その結果、 マジカで、ロシア帝国とスウェーデンの戦争が行われていたにも、かかわらず、デンマークは7年戦争の時も、中立を維持した。フレデリク5世は芸術に興味なかったが、抑圧的でもなく、その治世中に、コッペンハーゲン王立劇場と王立デンマーク芸術アカデミーを創設した。1754年に、デンマーク領西インド諸島を、デンマーク西インド会社から購入した。 1760年に事故で足が怪我すると体がだんだん弱くなり、1766年に死去した。最後の言葉は、世にとって大いなる慰みは晩年において、決して何人もわがままに攻撃しなかったことと、世の手のひらに一滴の血が落ちなかったことであるであったと言う。死後は、ロスキレ、大聖堂、ルイーズ王妃の傍らに葬られた。フレデリク五世は、 イギリス王ジョージ2世とキャロライン王妃の娘ルイーズと結婚した。二人は五人の親となったが、ルイーズ王妃は1751年12月19日に死去した。フレデリクは1752年にブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・フェルディナント・アルブレヒト2世の娘、ユリアーネ・マリーと再婚し、間に息子を一人設けた。フレデリク5世はまた、 エルゼ・ハンセンとの間に5人の隠し子を設けた。フレデリク5世の時代から100年のうちに、デンマークは、オレンボー王家の男子が断絶する問題に直面し、これは、デンマークとシュレース・ビヒ・ホルシュタイン公国に影響した。結局、創尊フレデリク7世の代で王家の男子は耐え、女系の彦であるクリスチャン9世が継承した。ありがとうございます。